皆さんこんにちは、こんばんは、イモです。今回ご紹介していく武器は、昨日か一昨日運営さんからいただいたこちらのおでんレッドスレイヤーを見ていくと、はい、サンタの模様が書かれているんですよ。もうクリスマス過ぎたけどね。あとせっかくなので、こちらのサンタ、普通のサンタにしてはつまらないということで、迷彩をつけていただくと黒色のサンタになるんですよね。悪者のサンタになったみたいなので、こちらの武器を使ってランクバー潜っていきたいと思います。みんな見てこれ、ブラックサンタかっこよくない？昨日みんなもらったと思うんだけど、このブラックサンタマジでかっこいいの、ぜひ使ってほしいんだけど、ただこのおでんっていう武器ね、正直僕何がするのか全く分かんなかったんですよ。使ってみて、あーナイス、よしよしよし、強い強い、めっちゃ強いわ。勘違いした、めちゃめちゃ強いっす。あ、弱いっす、弱いっす。実際本気でレビューするんだけど、本当に何が強いのか分かんなくて、おでんだったら別に他の武器でも大丈夫じゃねっていう的なところがね、何個かあったんですよ。あ、強いわ。待って、待って、どこにいる？待って、敵どこ？強すぎる！神なんだけど。あ、弱いっす、弱いっす。あ、弱いっす、弱いっす。実際にこう、ブレがでかいとか、弾のばらつきがでかいとかって結構あるんですよ。だからそこがね、ちょっとネックになってくる部分なのかなっていうところもあって、そこがちょっと戦いづらいっていう部分だってね。これビン乗られてる。オッケーオッケー、やれる。オッケーナイス。で、UAV 発動して。C 取られてるんで、ここは仕方ないですね。仕方ないの C。で、おそらくここに来るので、A に。A に彼らは待ってる。いや、赤手が出てるので来るね。俺だったら来るもん。ほら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 。で、ここはパワーアップさせて、おそらくこれシャワーじゃないんだ。昨日さ、俺みんなツイッターにもあげたんだけど、光のページェント見に行ったんですよ。光のページェント見に行ったら、マジで圧死しそうだった、ほんとに。オッケー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 、いい、ナイスナイス。敵に弾が当たってるなって感じが全然しないの。だからそこがちょっと弱い部分になってくるのかなってふうに思ってて、だからその弾のばらつきを結構抑えたんだけどね、それでもね、なんか微妙な点っていうのが出てきたので、え、これさ、珍しくない？AC 撮りしてるの。これ行きたいけど、これ行っちゃう行っちゃう。ぜひぜひ行っちゃう、これ。後ろ側行って、で、赤点出てないの、うわー、危ねえんだ、こいつマジで。痛いんだけど、いないね。え、どこにいる？俺さ、マジで視力悪いからさ、視力 0.7 ぐらいしかないんですよ。視力 0.7 の力で見えるわけないだろう、マジでな。で、これ4番に湧いてるので、おそらく。4番？ 4 番だか5番だか分かんないんですけど、4番だか5番だか、iPhone XS でやってるとマジで、端末にガクつきが来るの。ほらほら、見た今、見た。え？ OK、ナイス。後打ちで絶対的に勝てないと言われてるおでん。え？ちょっと、OEM？ しっかり、しっかり ?OEM。この武器さ、強いのかな？火力が高いっていうところはね、強いところにやれただろうね、これ。さあ、後半戦もしっかりこのおでんのレビューをしていきたいと思うんですけど、いや、おでんのレビューも何もないよ。とりあえず終わり。その、え、お、ねえ、おなら爆弾、マジでやめてくれ。か、ねえ、な、いつも、勝て勝て、よし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 。ああいうふうにね、勝てるんならいいんですけど、これ、登ってんの知ってんだから、ヤグラ、あばい。はい。こんにちは、いねえじゃねえかよ。全、お、いや、え、取られて、お、え、取られてるってどこ？おい、ふざけんなよ、B 取られたじゃねえかよ。いるいるいる、ここ。あー、オッケー。で、おそらくここは、やれないね。ドミネーションで常にさ、どこにいる、どこにいるっていう風に、状況判断しながら戦っていかないといけない。待って！ぶっ！弾出ないって！何この端末！絶対さ、端末が悪いんだよね。COD さんが悪いわけじゃないです、これ。端末が圧倒的に悪いです。すいません。どけ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 ど、どいてほしい、どいてほしい。素直にどいてほしいです。オッケー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 、ナイスナイスナイス。この武器で20キル取りたいんだけど、ナイスナイスナイス。B を押さえてる。オッケーオッケーオッケー。B 押さえてて、で、これ A に乗ろう、A に乗ろう。A に乗って、3点取りしてるよ。かましてる。オッケーオッケー、ナイス。で、もう1枚、もう1枚。チャーリー取られてる。オッケー、チャーリー取られてるので、僕はもう裏から行きましょう。え、待って、取られてない？どういうこと？どういうことっすか？俺もさ、敵、味方ですよっていう感じで行く。やれよ、そこ、お前。寄れない？寄ってくれた？右側から足音が聞こえてるんだけど、これ B 乗ってる？ OK、後打ちでも勝っていく。後打ちなのか先打ちなのか知らないけど。で、ここでオペレータースキル発動して、ここは B に乗る敵を僕はかっさらっていきたいんだけど、来ないね、敵ね。こっくる。いや、来ない。壁抜けしたい。カッコつけて壁抜けしたい。やってやってやって、それ！圧倒的に隠れてんのにさ、マジやられるみたいな。何回もあんだよね。あ、いねえんだけど、長屋？長屋にいます。長屋確認。オッケー、1枚カット。で、ここは、ね、1枚カットできない。オッケー、オッケー、オッケー。えぇ、ー、えぇ、ー、よ、えぇ、ー、
弱すぎる。はい、皆様いかがだったでしょうか。やはりおでんの強いところは火力が高いというところなんですけど、それ以外の強みが見出せなかったです。皆さんもね、そのおでんが強いと好きだという方はどこが強いのかぜひ教えていただけると幸いです。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さんまたな。